野田総理から引き続いて農林水産大臣をやるようにと言われました加納道彦でございます。野田総理からは7つの項目にわたっての指示もございましたが、まあ、とりわけその中で震災の大震災の復興、そして原発事故に対する対応、これをもうしっかりと取り組むようにと、まあ、このようなことでございました。特に今回の大震災によるところの地域というのは、ご承知のとおりに漁業地、農業地でございますので、まあ、何としても一刻も早く復興に向けて取り組んでいかなきゃならない、まあ、そのようなことから農林水産省といたしましても、いわゆる水産関係の復興プラン、マスタープラン、そして農業におけるところの復興のマスタープランを出しました。これをなんとかスピード感を持って三次補正に結びつけていきたいと、こういうふうに考えております。そして原発事故によりまして、まあ、大変苦しんでおられる方々も多くおられるわけでありまして、その中で汚染された農地、できるだけ早く再び作付けができるようにと、このようなことから除染について農林水産省といたしても取り組みをいたしております。そういう中で9月中にはその結果というものが出ますので、成果があるとするならば直ちにこの地域に導入していきたいと、こう思っております。そしてもう一つはやっぱり安全の確保というふうなことが非常に大事なことであります。特に食に対する安全の確保、そのためにやはりしっかりとした検査体制を強化して、そして正確なるところの情報をきちっと提供すると、こういうふうなことの取り組みをしていかなければなりません。でもう一つは、賠償について、これについてはもう審査会におきましても明確に盛り込まれておりますので、そういう中で一刻も早く早期支払いがなされるように強くこの問題にも求めながら取り組んでいきたいと思っております。同時に農林水産全体といたしましては、まあ、ご承知のとおりに高齢化、そしてそういう中で後継者不足、まあ、所得の減というようなことから、まあ、新たな地域の活力を生み出す、まあ、こういうふうなことが迫られております。昨年の秋に6次産業化の法案も通りました。このことはまさしくこれからの地域に活性化を生み出す一つの大きな決め手だと思っておりますので、これを全面的に後押しをしていきたい。そして過半、ご承知のとおりに固定価格の買取制度の法案も通りましたので、この機にですね、その農村なり漁村なり山村にはまだ未利用の資源が豊富であります。バイオマスなり、あるいは太陽光なり、地熱なり、あるいは小水力なり、風力なり、そういうこの未利用の資源を生かして、そして分散型のエネルギーのシステムを確立すると、まあ、こういうことによって、農業、漁業、林業と一体的に取り組むと、まあ、このことはそこに雇用が生まれ、所得の向上につながりますから、このことに対しても積極的に取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。大臣、被災地の農地の復旧復興について伺います。お名前をお願いいたします。日本農業新聞の岩本です。先日政府がまとめた東日本大震災からの復旧の基本方針では、今後の5年間を集中復興期間として、被災者の暮らしを再生するための施策を打つとしました。で、東北地方のように農業者が多い地域では、農地の再生なくしてそういった農業者の生活の再生はできないと思います。農水大臣として今後5年間に具体的にどういった施策を考えますか。はい、まあ、おおむねですね、おおむね3年間くらいをめどにして、いわゆる助縁というふうなものを地をかぶった農地がございますので、なんとか3年くらいで、その復旧にですね、取り組んでいきたい。そういう中で、再び
農業がやれるようにというような体制を作っていきたいと、まあ、こういうふうな基本的な考え方というところであります。はい、すみません、 NHK の渡辺ですが、11月のエペックに向けてまたTPP の議論が課題になることが予想されますが、まあ、農水大臣としてどのように取り組むのか、まあ、農政改革の議論と合わせてどういうタイムスケジュールで取り組むのか。これはですね、先ほど総理からもお答えがありますとおり、まあ、情報収集をしっかりとやると。今、まあ、いわば参加国におきます24項目にわたってですね、何もこの農林水産物だけではなしに、その他の24の項目についてですね、いろいろと議論なり交渉がなされているということでありますから、そういうやはり情報というものをしっかりと把握した中で、総合的に判断していくと、こういうふうなことであります。大臣お締めください。TPP の、 判断、お名前お願いします。日本農業新聞の専門部と申します。今の関連で TPP の判断時期なんですけれども、かねてから大臣慎重に検討する必要性というのを指摘されてますけれども、まあ、国民的な十分な議論をする時間等を踏まえてですね、そういった決断が例えば11月までにそれが可能なのか否かというのをちょっとお考えを教えてください。その判断時期についてご承知のとおりに総合的に検討を加えて、決めていくというようなことでございますから、まあ、いわば情報もですねしっかりと捉えてですね、そしてどういうふうな交渉なのかというふうなことを、まあ、国民の人たちにもやっぱりきちっと提示しなきゃいけませんですね。そういう中でやはり、判断がですね、まあ、一方的になったり、まあ、偏ったりというふうなことであってもなりませんから、やはり情報を収集すると、まあ、総理が言われたとおりにこれが大事なことだと思っております。でそういう中で総合的に判断をしていくということだと思います。どうぞ。産経新聞の岡田と申します。3点を伺いたいんですけれども、まず1点目はですね、菅前総理が退陣直前の時期にですね、朝鮮学校無償化適用の審査の再開指示をされたんですけれども、これについて、大臣として指示されるかどうか。2点目はですね、永久戦犯は反戦争犯罪人ではないとした野田首相のお考えについてどのようにお考えですかということ。最後はですね、小沢元代表の党員資格停止処分についての見直しの是非について、大臣はどのようなお考えかを聞かせてください。はい、菅内閣の段階で判断をされたというふうなことでございますが、まあ、新内閣としてどうするかというようなことはもう一度検討するというふうなこともあってもいいのではないかなと、こういうふうに思っております。それからもう一つ2点目につきましては、これはサンフランシス条約を受け入れているわけでありますから、まあ、そういうふうなことの中で私はきちっと判断はなされているものとこう思っております。で3番目のどういう質問でしたか。3番目は小沢元代表の処分見直しすべきといながらぜひ、これにつきまして私代表選挙におきましても全執行部におきまして、決められたことですから、これは受け止めていかなきゃならないと思いますと、こういうことであります。でそういう中で挙党体制を新しい体制の下でですね、挙党内政を作るというふうなことの中では小沢元代表を必要とする時が来るかもしれません、こう答えてきた、その通りであります。はい、恐縮ですが次で最後の質問させていただきます。大臣、書簡の中でその日本の成長戦略について、お名前お願いします。テレビ東京の吉原と言います。書簡の中で日本の成長戦略についてどのようにお考えになっているか教えてください。成長戦略というふうなものについてどう考えるかというふうなことの質問がちょっとわからないんですけれども、基本的にですね、成長戦略というふうなものの考え方をこれからもいろいろと思ってですね、いろんな政策を実行していくということならば、それはその実った果実というものがしっかりとトリクルダウンするような、そういうことにならなければならないと基本的に私は思っております。それが一部のところでとどまってしまうというようなことでありますならば、それは格差社会を生みますから、いかにしてその滴り落ちるようなそういう施策につなげていくかというふうなことによって成長戦略の意味があるのではないかと、こういう捉えをいたしております。もちろんそういう中で農産物につきましても
攻めの農政というのを私も言ってきました。実質的に3月の20日前後にですね、中国に行きまして国の輸出の問題を話し合うということになっておりましたが、残念なことにその10日前に大震災ということから戦略を見直ししていかなきゃならないと、こういうふうな状況になりましたけれども、改めてこの新体制になりまして、私自身もこの輸出戦略というふうなものについて新たな気持ちを持って取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。そしてそのことを成長のですね、戦略の中に結びつけていくことができたらなと、こんな思いであります。では以上をもちまして、加納農林水産大臣の会見を終了いたします。ありがとうございました。